ヤガチャガチャンネル。あーそうなんだよね。もうちょっと、もうちょっと、いけいけいけ、やれー、やったー、やったか、やってない、やったかっていうのやってないの。これがおしまいではないの。やだ、やめろ。誰だお前は。分からん。え To be continued。 嘘。さあさあ、そう、ここにはミルラの雫がないんですよね。なるほど、なんで来たのか。まあ、うん、すごい、うん、そう思うよね。うん、雫集めて生き延びるゲームじゃないのかな。ここは何、倒さなきゃいけないやつだったのかな。家があるよ。え、海の中。何これ、貝殻。やっぱりさっきの貝だったんだよ。あの子の故郷じゃない。あれは例の光というやつか、それとはまた別の。例の光ってなんだっけ。え、なんか記憶を失った黒騎士の光がどうとか。あー、黒騎士関連、関連で済ますな。検索検索。我々、あ、え、見た、え、動ける。え、やだ、怖い怖い怖い、ね、というわけで動けるわけですよ。こういうのめっちゃ怖い。光を浴びて、光、フェニックスの王くれよ、10個ぐらい。誰？なに？え、人じゃん。人に見えるが？え？話す。じゃ話すよ。話す。はい。来てはいけない。来ちゃった。この場所へ来てはいけない。帰り方教えてほしいね。ラモイ、誰？あなたたちにはふさわしくない。ああ、まだ数多くの思い出を紡いでいかなければいけない。あなたたちにはふさわしくない。何？え？あなたたちと私はこれからも共に生きていくの。あなたたちと私は光と影のように決して離れられない。これまでずっとそうだったように、そしてこれからも。でも、はい、あなたたちから思い出を紡ぐことはできないかもしれない。あのレイとハーディーの誰？ハーディーは覚えとけよ。誰だっけ？あなたたちはラモへの眠りを妨げてしまったのよ。あの貝のことかな。とりあえずハーディーはあれでしょ？あの、いけすかねえやつでしょ？あいつか！そんな叫ぶほど。ラモへ、ラモエって今まで出てきたな、前。ラモエ？ラモエを起こしちゃったんだよ、何らかのあれで。そうね、何らかのあれ。何らかのあれで。うん。え？まだ戦えって言ってんのか？私はあなたたちの思い出の中から一気に話してくれたらいいのに。ほんの少しだけもらって生きているのだけど、帰れないんだしさ。ラモエ！お！え、ラモエ？なんじゃ？でも、でも、なんじゃ？なん、気持ち悪い。え、なになになに、殴ってくる。いけるいける。3打目しか食らわないから。
丁寧にやってくれてる。女私ケアルマンでいいですか。それでいいかな。あでも弱い。弱いけど攻撃力高い。うん、ちょっと当たりたくないな。え、じゃあもう帰り方教えて今すぐに。そうだよな、帰りたいよな。ね、行っちゃった。 ありがとう。逃げよう。どこ行けばいいの。逃げられたのか。逃げたい。無益な戦いはやめよう。無益ではないのかもしれないけど、でも倒したらどうなるんだろう。それがこのお話の根幹に関わるんじゃないかな。今って今まで雫と共に生きてきた。あれを倒せばこの世界は全部平和になるのかもしれない。深く心に刻んだ思い出までも違うのかな。自分のものにしてしまうの。思い出はいつか忘れてしまう存在。そうだね。大切な思い出のまだぬくもりが残っている間はずっと心にとどまるべき存在。なるほど。ぬくもりのある思い出は私にはまぶしすぎて手が届かない。もしかしたら。もしかしたら。もしかしたら強く光り輝く思い出なら声にだって眩しすぎるかもしれない。あなたたちがこの場所まで来ることができたのはあなたたちの心の中が強く光り輝く思い出で溢れているからかしら。分かってんじゃん。どうして。なんで、見せつけてやろうぜ。ラモエにぶつけることができる。いて。もしかすると。もしかすると。故郷へ帰りたいと強く願うのならば。その願いをラモエにぶつけ、打ち勝って。なるほど、帰りたいという強い思いでね。帰りたいとはすごく思っている。そして平和、平和に戻りたいと。任せといてやろうぜみんな。いきなりなんか少年漫画みたいな。え、帰れって言ってたくせにやっぱりあなたたちならできるかもしれないって言って託されたの。まあそうなのかもな。我々には可能性があると。あ、ここまで来たらもうそれしかないってこと。そうね、ここまで来ちゃったらもうやるしかねえだろうっていう。なるほどな。強い思い出はこの扉を通ることによってより強くなっている。これイベントバトル的なものじゃなかったりする。ないです。え、これ死んだらもう一回。これ A。 え、さっきのももう一回 A。 え、やだ。お腹痛くなってきた。思い出ある。みんなさっきいろいろ思い出してって言われたから。ああ、え、どうした。え、覚えてないよそんなの。助けたんじゃない。助けてない。助けた。見捨てた。それは違う。それは違う。敵が出てくるんだ。だよな、間違えるたんびに出てくるんだな。ああ、もう何やってるんだ。何の記憶もないよ。もうあの子が言ってるの何のことって思っちゃった。あれだよ、ここすごいいいシーンだよ。いや、分かってるんだけど。どうして覚えてない。自分の行動に責任が持てない。ガーディって誰だっけ。ラモエの使い魔。なるほどな。ガーディのこと。いや、薄らいだもん、すべての思い出が。彼らを倒すことでも扉は開かれるみたいね。でもね、倒したくないから思い出していこう。はい、私はガーディを見捨てたんだと思う。人による。
人によるって言い方あれだけど、これはヤガミがどうしたかってこと。あなたの思い出はもっと強くなる。わあ、行こっか。はい、あれ行かしてくれない。何、どこ、どこ今話す、邪魔なんだけど。あ村を助けようと思う気持ちがあって今まで過ごしてきた思い出がここから力になる。はい、腕力はなんとかなると思うけど記憶力はちょっとそうですね、頭の方はね、自分たちのやつと混同してるからよりわからないですね。そうなんだよな。また出たよ。次は何？ね、ガーディとハーディ、ガーディって誰だっけ？ハーディ。ハーディの兄の話あったでしょ？あ、は、あ、お、お兄ちゃんがガーディ？違う。ガーディのお兄ちゃんがハーディ？あのお兄ちゃん、そう、お兄ちゃんの話あったじゃない。お兄ちゃんの話あった。で、なんかみんな言ってたじゃん、勘ぐってたじゃない、いろいろと。はい。お兄ちゃんなんていないんじゃないの？みたいな。うん。なんか繋がってくる。いたのかな、本当に。あ、だからあいつ何も覚えてないってこと？でも嘘をつくには別につかなくていいもんな。ちなみにだけど、あの念のためだけど、あのレオンって誰か、あの分かってない？黒騎士？レオン？レオンハルトって人？違う？なんかいたよな。そう、あれなんだよね。なんだっけ、あの子供いたでしょ？うん、お父さん殺した子。うんうん、あの子がレオンエズラ。あの人のこと？そうなので、エズラの方がで、まあなんだ、だからレオンっていうのが黒騎士で、でハーディっていう方に関しても、あのお兄ちゃんの話のどうたらこうたらみたいなやり取りがあったところで、まあなんとなくもう物語が見えてくると。あ、忘れちゃったから。奪われたんだよね、彼らとは違う何か、思い出を。うん、でもさ、奪われたとしてもあのさ、嘘のつき方は元々の性格だよね。よくこの名シーンでそんなディスれるなリバーベルガイドの奥で戦ったのはどんなやつ？リバーベルガイドってなんだっけ？ジャイアントクラブ、わからないです。カニの魔物のジャイアントクラブ。合ってたの？合ってる。合ってたんだ。あ、よかった。リバーベルガイドは一番最初のマップですね。そうだよね。あ、カニいたね。あれだね、モルボルと戦ったのはキノコの森だね。あ、気持ち悪いやつね、目いっぱいある。で、ジャイアントハウスと戦ったのはあそこなんだっけ、なんたらの村。なるほど。だからステータス画面の右下に今までのこなしたイベントの数が出てたけど、イベントの数の総称が思い出なんだよね。まあ確かにここは一発でやってほしいという気持ちはあるが、もう一回でしょ、死んだらもうそればっか気にしちゃってる死ななければどうということはね。そうだよな、死なないよな。大クリスタルを砕いた時、世界の流れは歪んでしまった。ラモエはその歪みの中から突然生まれてしまった存在。彼は思い出を喰らい、思い出から魔物を生み出す。ラモエは人じゃなかった。あなたたちが苦しみを
る。うーん、そして苦しみ大変だ。なんとも。そんな時代は終わりにしたいの。思い出が正しく生まれ、そして自然に消えていく。そんな時代を蘇らせたい。はいはい、頑張ろうな。喧嘩していたのは誰だったか覚えてる？わかる？喧嘩してる人なんていた？わかんないです。分かってんのかと思ったじゃん。刺さっていくから。いや、あれでしょ、あのリルティでしょ。リルティ、アルフィタリアのキャラバンと喧嘩してたの。確かに喧嘩してたかも。あー、敵だって。そうなんだけど、村の名前が思い出せなかった。なるほど。どこのキャラバンだったんだな。そう、あのなんだっけ、あのほら、なんかあのなんかあのなんか交通ルールなんか知らねえよみたいな感じで、うん、喧嘩してたはず。なんか怒ってたよな。喧嘩してたことだけは覚えてたんだけど、うん、ただあのなんかちょっとだけ早いそうな気しない？なんか3月14日って何の日か知ってる？ホワイトデー。それは違うわ。それは違うわ。いや、ホワイトデーなんだよ、それは。それはそう。それは違うわ。流行りそうだな、ちょっと。それは違うわ。なるほどね。だけど楽しい思い出を抱えすぎると振り返ってばかりで前へ進めなくなる。思い出は忘れるもの。そうかな。そしてあなたたちが忘れるのは、私が時々思い出をいただいている。この子は誰？私は思い出。見ろ。お前奇跡か。即答えてもらったけど。ありがとう。よくわかった。すごかったな今。通じ合った。本当なんか会話してるレベル。あなたは誰？私は思い出の管理人ミオ。ミオっていうのね。それは違うわ。違くねんだよな。それそこもそれはちょっと頭が。ダメ。もう思い出させないでください。覚えていないんです。もうなんか言葉で言われても言えないから。あんなことあったねぐらいだから。雰囲気でお願いします。何次は。パラサイト、さっきのやつ。あれ、え、さっきの倒したじゃんね。え、じゃあラムエも死ぬのでは、そのうち。あ、止められたの？やめろってなったじゃん。あ、あの人。ああ。つまりあのメテオパラサイト倒したら正気がってことだな。あ、じゃああれぶっ壊そうぜ。やめろって言われて今こうなってんだよ。ああ。ちょっと頭ダメだった。頑張ろうね。頑張ろうね。はい。覚えてる？覚えてないです。食べたんだよ。え、食べてない。パン食べたよ。嘘だろ。え、何の話？食べた？あれ、ほら、あの騙されてパンを買ってて、モデルケースっつって、なんかこれはすごいレアなんだって割引に割引重ねてパン買って。あった。はい。そのパン食べたじゃん。食べたんだ、あれ。食べたんだ。待って待って、お前ら、え、一緒にここまで来たよな。いや、もう結構前の記憶。あ、思い出食べられちゃったんだよね、ミオに。ちょっと、そうだ、ミオちゃんがさ。それは違うわ。あ、すいません。あ、故郷って、あの、自分のみたらしのの村。あの、とりあえずイキリメガネの村にしといてもらっていいですか。そうですね、そうですね、道具的には。ちょっとみたらしのの村出身なんで。あの、あなた間違えてもう2回入っちゃってるんで。みたらしのの村なんで。みたらしのの村なんで、お前のの村なんで、むしろ。のの村出身。やめてよ。
みたらし臭いことでおなじみの野々村くんだよ。野々村くんだよ。そろそろラムエではどうですか、どうですか、いけますか。ラムエ、ラムエ行きますか。あ、まだですね。あー、まだ思い出はたくさんあるということ。思い出はたくさんあるということ。つまり、はい、答えて、はい、走って答えて東京フレンドパークラムエ近づとるわ。はあ、なんで、なんで、まあ、光強いのダメって言ってたから。あ、じゃあこの子もラムエもぶちかますってこと。今危なかったね言い直しただけ。褒めて。2人とも最後の問いかけだよ。はい、はい、落ち着いて。自分の村の名前とか。わかるはずだよ。みんなわかるはずだよ。誰かを守るために街道を行きたいと言った時、あなたは。そうですね。そうですね。そうですね。おお。ほら、ありがとうタモさん。多分だけど矢神はこういう時まともな答えすると思って。めたいな思考。仲間のことよく分かってるってことだよ。おー、いいこと言ったような気がする。うん、うん、ラムエ？え、これ普通にバトルってことですよね、ラムエという輩と。ちょっと待って、行く前にフェニックスの30個ぐらい欲しい。欲しい。一個もないんですよねもうないんだよな、多分な。え、セッティングする。あ、あ、待って、あ、フェニックスですか。はい、え、はい、あ、話ですか。何ですか。手短にお願いします。はい、未来という目的地へ旅するための手荷物なの。歌詞みたい。手荷物は重すぎてもいけないし軽すぎてもいけないわ。はい、重すぎ、歌になっちゃうね、これね。目的地へ向かって動くことが辛く感じてしまうし、そうだな。目的地にはすぐにたどり着くけど、ああ、ちょうどいい塩梅を探せって言ってる。要約するなよだってそんなやってみなきゃ分かんないもんな、そんなこと。まあな、な、結局はみたいな話だからな。周りを見渡しながら、そうだな、結果オーライだもんな。そしてその心は新たなミルラとなって、ミルラ、次の旅人へ引き継がれていく。これからも思い出とは自然体で付き合ってあげてね。はい、確かで穏やかな未来へと進むために。ありがとうございました。もう引き返すことはできないわよ。さあ、パート25へ5ヶ月の思い出を、はい、引き連れて。それは違うわ、2回出たけどさ。それは違うわって2回ぐらい出たけどそれも違うわ、まあまあまあ、それも違うわ。もう引き返すことはできません。ラムエ、ラムエ見るの初めての人。はい、はい、逆に見てたらちょっとだけ怒るよいつやったんだよお、あ、生きてたんか。君も来たのですか。来るわ。あなたがラモエ？それは違うわあ、ミオだった、この子。さっき聞いたんだわ。え、なんかすごそう。屈強な男の声だったけど。お前をぶっ殺しに来た。ちょっと声だな。え、なんかすごい。鳥？もういい加減になさい。私たちは思い出の世界に住まうもの。ほんの少しの思い出を食し。なんかミオさんとラムエの同人誌出てそう。それは違うわ。違ってほしい。雫ってそういう。このラムエ、ミオさんとお前は同じかもしれませんが、
長期によって大きく育まれてきたのはよくご存じのはず。よって思い出も、そして勝機も、私にとっては欠かすことのできないものでございましてな。そうだよな、こいつもうっかり生まれちゃったってことだよな。違うの？手いっぱいある。絶品の味でございましてな。頭？ティラの村の最後の二つとない味で。こいつは殺す。なんだっけ？こいつは殺すぞ。ティラってあの、なんもなかったとこ？キャラバンの帰りを待ててみんな絶滅した村だよ。殺せ！本当だよ、ミオちゃん言ってやってよ。多分だけど、ラムエなんだかんだ言ってミオちゃんのこと好きだと思う。崇拝な、なんかなんだろうね、これなんなんだろう。必要ない、必要ない、あ、必要ないけど美味しいからこの人を食べちゃうみたいな。え、でもこの人、勝機がないと存在できないみたいな言ってなかった？ティラの村の味を超える思い出はもうありませんかな。ダメだ、頭が。つまりだけど、さっき倒そうとしたボスを倒すと勝機がなくなるんだよね。うん、でもこのラムエは勝機がないと生きられないから止めたんでしょ。いや、勝機がなくなることによって悲しみの思い出が生まれづらくなるんだよ。うん、え、じゃあ楽しい思いができなくなるから、要は自分が食べたい思い出が食べられない。あ、要はティダの村の、こいつが言ってるのはティダの村のキャラバンたちって帰ってこなかったんだけど、最後の最後まで家族のみんなは待ってたわけじゃん、帰りを。うん、その苦痛な思い出が美味しかったっつってるわけですよ。うん、でティダの村の味を超える思い出はもうありませんかなと。あ、じゃあこの人は勝機がなくても生きてはいられるの？生きてはいられる。美味しい、やめな、美味しいもの食べたいだけ。あー、そっか、ちょっとあの血の味に取り憑かれてる的な。うん、やばいやつだ。あなたには決して食べることができはしない。ほんとそう。強く光り輝く思い出にはあなたでも手を触れることさえできないわ。ほう、すごいサラサラ。あー、もうやだ。ますます思い出を食した。煽られると燃えるタイプ。ぶちこましてやろうぜ。よしな。あ、いや、ミオちゃんどいて。ああ、お前に手を払うのは何者たりとも許さん。こいつやったな、お前。行くぜ。はい、うわぁ、うわぁ、なんだなんだなんだ、どうした。あぶねぇ、死ぬぞ死ぬぞ。どうやって、ミオちゃん、ミオちゃんいるけど、そこに。しましまリンゴ。あ、もう、あー、タロ落ちた。マジか。レーズ撃つ、レーズ撃つ、レーズ撃つ。はい、これは大変ですね。で、このマップ、はい、みんな、冷静に見といてほしいことがあって、はい、クリスタルゲージがないから、はい、はい、今までよりも、幅広に使える。はい、幅広。さて、とりあえずザコ敵を倒す。めちゃめちゃいい曲が流れてる。敵がどこにいるかわからない。危ねえ、残った。なんかこれ敵見えなくない？え、何殴ればいいの？待って、直接入る。ああ、なる。じゃ、ただザコ敵倒してからの方がいいだろうな。ザコ的な、なんか黒くてよくわかんない。ごめんなさい。で、この魔法がマジでちょっと一発で落ちるレベルだから、いくぜ。はい。あー、ごめん、大丈夫です。ちょっと待ってな。ああ、よし、はいはい、ありがとうございます。で、ザコ的自体も早めに巻いてかねえといけないが、この雑魚敵から攻撃食らうと一瞬あの硬直が入る攻撃が多いから気をつけたいとこだね。めちゃめちゃ走り回るしかないな、俺。タロー、どこどこどこ、もうさっき撃ったよ。嘘、
サンキュー。行くぞ行くぞ太郎。あ、待って、この魔法が通ったら行くぞ。はい、行くよ。はい、はい、よいしょ。やいやい、赤がどっちだ。ファイヤーが食らう方か食らわねえ方か。ケアルします。ナイス。あー、もう一回します。間に合わず、あれだ。魔法避けてね。はいはい、うわ、回ってくんのかい。そういうのもあるのね。ケアル打ちます。サンキュー。追尾機能が。またモンスター出たよ。モンスターが出た出たおめえら余裕じゃねえか思ったより。バトルドームも出た。あ、待って、囲まないで。あー、ちょっと早めて。ごめんなさい。あー、固まってくれ。はい、固まります。行くぞ。いい、はい、ここ入ってくれ。はい、ナイス。うぅ、ケアル打ちます。ナイスレーズン。はい、ナイス。キャ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 。もう一回打ちます。もう一回打ちます。ちょっと待ってね。ケアル打ちます。怖い怖い怖い。はい、よーい、じゃじゃじゃ。痛い、殴られた。ダメでした。もう一回。あー、ごめん。大丈夫大丈夫。すいません。あー、ごめん。俺一回あれだわ、フェニックスのついてねえわ。あー、ごめん、私持ってない。え、レイズは。レイズ持ってない。ええ、ああ、終わったわ。終わったな。どうしよっかな。食らうしかない。はぁ、あ、ごめん、俺トモシレイズ持ってると思ってた、ずっと。いや、今回1回も拾ってないんだ。これ待って、コンテニューできるのか。やらせてくれ。いや、コンテニューってない気が…あれ？もう一回。さあ、どうだ。だよね。さあ、コンテニューするでどうなる？どっからだ？どっから？もう戦うとこからでいいよ。全然やれるよ。やれる、さっきやったから覚えてる全部。大丈夫だよ。問題はフェニックスの方だな。